知は強いが右脳は弱い。何が起こるかわからない。右脳とパンチの今日もどこかでダイナマイト。あなたパンチの今日からは埼玉シリーズでダイナマイト。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノー。さあ、はい、熊谷駅から徒歩1分、はい、居酒屋甲子園です。おえ、やっぱりさすが、うん、ブレーブスの。あれコープ、コープ、コープ、広島。これちょっと裏はね、ちょっと今見せれないですけども、うん、8番山本浩二さんのやつ。いいじゃないの。ありがとうございます。すごい行きました、やっぱりね。俺以上に元気なね、はい、熊谷市の元気配達人。はい、おー、楽しみ。あ、こちらです。うん、こちらです。よいしょ。あ、もう、本当に目の前でございますよね。おすごいわ。大人気。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それではプレーボー！プレーボー！ダイナマイト！ダイナマイト！ダイナマイト！ダイナマバット、バット、バット。あ、これ、これですか。おー、パンチさんのバット。おー、これね。すごいですね。オーサーだなと思うね。え、オーサーのもあるんですか。オーサー本当ですか。うん、マスター言ったったもん。オーサーのはどれですか。それのやつだ。あ、これ。これ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 。太いですね。うん、いいですか。詳しくはさ、マスターに聞いてくれる。あ、わかりました。はー、いいですね。マスター、先ほどなんか王貞治さんのバットがあるとお伺いしたんですけども。あ、本物のバットですか。こちらで、これが、このバットが短く、これ研磨してこれがバットになるわけです。王貞治さんの バットです。これが、少し研磨して、あ、これがバットになるわけです。なるほど。じゃあちょっと原型というか、なぜこれを。これははい、お客さんの中で、はい、マルチョウさんって千葉のバットのこれ作ってる人と仲良しの人がいて、あ、はい、私がお店出す時に、はい、このお祝いにもらったんですね。お祝いに。だからちょっと手に入んないバットなんですよ。そうですね。王さんのバットっていうのは、こういうふうにこれを一本一本その人が研磨して作るんで、うん、これはちょっと手に入んないと思います。あ、はい、これは王さんの直筆ということですか。そういうことです。その人は王さんのっきり作らない人です。あー、はい、すごい、はい、じゃあもうこれはもう世界、日本ではもうここしかない。世界日本。うわ、すごい、ありがとうございます。甲子園行った時のキャッチャーなんですよ、熊谷商業の。何年前の甲子園ですか。昭和40年甲子園行った時のキャッチャーです。すごい。はい。堀内からホームラン打ったっけね。堀内からホームラン打って甲子園出場です。だから堀内がたまに来るんですよ。はい、本当の話、本当の話。堀内さんと
じゃあもうこれだと仲いい、50年ぐらいの付き合いという感じで。すごいですね。はー、ホームランなんかなかなかねえ。これもこれは甲子園で勝って効果当たってる。あ、効果当たった時、うおーすごい、勝って効果は。すごいなこれは。おー、思い出ですよね。いやー、ほんと素晴らしい思い出だと思いますね。甲子園に出れる人が少ないですからね。おー、オリックス45番、来ました。赤坂球ですか。おー、ありがとうございます。すげー、パンツ佐藤さんの、どうぞ、これが大事な 1枚です。どうぞ。いやー、すごいですね。ちなみにパンツ佐藤さんにいただいたユニオンです。あ、これですか。そうです、おー、ブルーウェーブ。いやー、すごいですね。もう神様のような人です、パンツ佐藤さん。地元の方なんですか。いや、違いますね。どちらから。長岡市から来ました。はい、新潟県長岡市から。はい、俺は新潟市。すごい。お父さん、僕が、はい、子供で、はい、じいちゃん、お若いですよね。義理のお父さんね、嫁さんの、長岡はどんな町ですか。長岡どんな町ですかね。いっぱいいるあるんだって、あるんだって、黙っとけってみんな。今ね、新潟よりも長岡の方が全然伸びてる。そのうち都市になんねんかな。これは何で行くのがいいですか。今日旅行で、はい、旅行、ちょっと調べたらこういうすごく楽しいお店があるっていうんで、もう開店と同時に予想してもらって、はあ、そうなんですか。そうそうそう、偶然、偶然で、偶然で、来るなんか言って、びっくりで、はあ、あるんですよ、長岡はね、花火と、はあ、お酒と、はい、米だね、はい、よく出たね。放送席ヒーローインタビューでございます。本日のヒーローは見事逆転ホームランを打ちました、パンチ佐藤さんです。どうもー。いけますか、今の気分は。ゲルシマで飲みたいんです、今日は。ドーン、大阪南で待ってます。タコマンで。川崎あたりで出会った二人はいつも元気で走ってる、パワー全開で、ウノとパンチの今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーダイナマパンチャダメ、パンチャダメ、せっかく綺麗にやってやるんだから、触らないように触るといっちゃおう。イエローカード出ますからね。イエロー。我々の YouTube チャンネルをですね、ご覧にくださってる方もですね、結構増えてきたんですけど、はい、まだね、もしかしたら、あ、これチャンネル登録ってどうやるのっていう方がね、多分ね、いらっしゃると思うんですね。まだそんな人がいるの。教えてあげてよ。そうですよね。簡単なんだから。簡単でございますの。ですね、まだ登録されていない方はですね、うん、我々の動画を見てるときですね、チャンネル登録というボタンが出てくると思うんです、うんうん。で、そこを、ピッと押していただきますと、うん、簡単にこれチャンネル登録終了でございます。わからない時はですね、うん、息子さんや娘さん、うん、また会社の後輩なんかに、うん、ちょっとチャンネル登録教えてくれよ、うん、これっすよ、ピッ、ね、そうですので、ね、簡単にできますので、はい、よろしくお願いいたします。